対決策作成する6回目の今回戦う選手は広島カープのドラ1ルーキー森下正人と対決だ。現在能力はこんな感じで収録されていて、さすが即戦力ルーキーっすね。初期からめちゃ能力高ないっすか。パッと見の時点で欠点と言えるのは一発の赤徳持ってるくらいで、それ以外は全てが平均以上、急速に至っては155キロなんで、リーグトップクラスの急速を投げる投手って言ってもいいかな。だからこそ現在ね、リアルでプロ野球で活躍している。すごい数字を残してるんでね、将来が楽しみだし、まあ現状もすごいですよ。まあ本当だからこそカープの監督笹岡さんにはですね、この森下を酷使しないようにしていただきたいんですけど、もうここまでかなりの球数投げてるんでね、1試合平均で110球以上投げてるんじゃないですかね。将来は楽しみと同時に不安な投手ですね。今の起用が続くのであれば球界の宝森下正人が壊れるってことも十分に考えられるので、そこのところはぜひ壊さないようにしていただきたいんですけどね。まあどうなるか、そういった意味でも今後注目していきたい一人ですね。さあ今回の対決方法なんですが、新人王争奪戦という対決方法でやります。こちら両選手を同じペナントで回し続け、先にセリーグ新人王のタイトルを受賞した投手の勝ち。明確な勝ち負けある対決方法になりますね。そしてやっぱり森下は言うてもプロ1年目、力あるとはいえどね、そこの部分はやはり考慮していかないとダメかなと思うので、今回はハンデとして選手を作る際は持ち込みアイテムなし&選手作りはステージ3までで終えること、それ以降に関してはプレイしないという縛りでやっていこうと思います。球団設定に関しては広島カープで、持ち込みアイテムはなしなので、この設定でこれから森下に勝てる、セリーグの新人王になれる、そういう投手作ってみようよ。レッツ対決サクサクセス。ステージ1、まあ、初期能力はこんな感じの始まりです。スラーブ変化量2がついて、森下もカーブを武器にしている選手なんで、まあ同じくいいものがついてると言ってもいいんじゃない。でステージ1ではこんな感じでハテナパネルがあったり青パネルがある、振動もいるんで、まあ、まずは青パネルやね。もうステージ3までしかプレイできないという制限があるからこそ、もう全青パネルは踏んでいく、全ステージの全青パネルね。でハテナパネルに関しても積極的に踏んで、いろいろとパネルを増やしたり、そういうことしていかないとね。あと回復したりとかね、振動も何かくれたりとかないかな。おーイエース、ナイス。今作品初めて振動に出会い、トゥーシームをもらうことができた。ありがとうさん。おお、赤消滅。いや、これただ赤が消えるだけじゃなくて、まあ、消えたところに青パネルが輝くとかね、何かしらのイベントが起こってほしいんだけど、コントロールと補給が入れ替わった。いや、プラスですね。補給が F になり、コントロールが D になった。こういう入れ替わりはありがたいぞ。もう一回入れ替わってくれてもいいけどね。やっぱスタミナまず大前提必要や。先発起用で回す予定なんで、だからまずスタミナに関しては最低でもまあ森下と同じく C でも、ステージ3までということを考えたらちょっと厳しいけどね。なんかイベントとか起こってくれないと起こる気配はないけどね。で変化球に関しても現状 2C も合わせて2つしか持ってないので、もう一種類ステージ3までなんか欲しいわ。出してくれたらいいんだけど、願い叶うかな。あ、いや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 、こういうことが起こるとですね、ステージ3までしかプレイできないこの制限の中、いい選手なんて出来上がるわけないんで、セリーグの新人を取れるわけないんで、やめていただきたいんですけど、こうなっちゃいましたね。どうしようかな。ハテナパネルが残ってる以上は何かしらの抵抗をしていかないと、赤が増えた、じゃあ次のステージ行こうではなくて、赤が増えたんなら全部青に変えてやるくらいの気持ちを持ってね。赤踏むのは痛いですけど、これ踏んで、踏んで、もう一個踏んで、体力回復、いや、体力があってもね、意味がないんですけどね、あんまりね。でも、もうあかんわ。もうあとはゴールに突き進むだけ。もう一つハテナがあればちょっといろいろとできたんですけど、こういう時にないから、うわ、能力下げる。最終ステージですよ、俺にとってのね。3、まずスタミナ、球速も欲しいけど、まあもうほんとスタミナやね。このスタミナだとまず対決にならないから、特化パネルもあるんで、まずはもうこれ全部スタミナに変えていこう。で変化球パネルあるから、まずそれ踏んで、変化球はシンキングトゥーシーム、動かす球を投げる投手やね、トゥーシーム含めてね。まあ、いいんじゃないですか、それでね。あとは特化パネルがスタミナに変わるのもちょいと待つわ。あー、体力回復ありがたいね。体力に関してはかなりある状況なんで、まあ、この辺の青パネルは踏んでおいて、はよ変われ、遅いぞ、早く変わってくれ。あ、おお、ナイス。いや、なんかちょっとどうしようかな。まあ、でもスタミナやっぱ必要だからね。うん、もう特化パネル踏みますね。そこは当初の予定通り。そしてスタミナを最低でも C まで持っていくこと。金縛りで選手が動けないのであれば、もちろんあっていく、宝箱も取っていく、当たり前だろうに。中身は急速超人で、まあ、急速に関してはもうこれくらいで手を打っていた方がいいね。うん、打ち止めになると思うわ。
でこれはクリか、投げっぷりのいいクリはスタミナを上げてくれる。あとは残された体力でスタミナパネルを踏んでいって選手に会って、おお、まだ回復、よっしゃ、終わらないね。でできればもう一段階というかパネルを増やしていきたいんだけどね、それはないか。また回復ありがたいんですけども、意味ねえよこの回復。あともうあれ上にある青パネルだけなんでね、 C にはできたけど、できたんだけど、もっといろんな能力上げたかったな。これか、今回あっさり終了だけども、もう仕方がないので、はい、これで終わりです。これからどちらかが新人王を受賞するまでペナントで回し続けていきますが、マッサイの起用法はどちらもまずは勝利投手起用ですね。こちらデフォルトの森下の起用法なので僕も同じくこれで、そしてローテーションに関しては森下を5番手、僕の選手を6番手にしたいと思います。特別差はないですね、5番手も6番手も同じような状況かなと思うので、あとは新人王を取れるか取れないかは個人の能力によって変わってくるが、その個人の能力に違いを感じるんで、どうだろうね、難しい。そうやね、俺の選手が新人王を取るの。ちなみに事前に森下を抜いてですね、新人王誰が受賞するのかペナントで回してみたんですけど、こんな感じになりました。1回目が阪神のドラ1の西がなんと高卒1年目ながら受賞、その後中日の石川で、3回目岡の中日の選手ということになりました。3選手みんな投手なんですよね。で規定投球回到達したものはいなかったわ。だから投手の場合はね、ある一定の機会があって数字を残すのであれば、ほとんどの確率で取ることができるから、だから僕たちの場合はどうでしょうかね、先発起用で回すので、もう規定投球回到達したらほぼの確率で取れるってことになるんじゃない。まあそれ以外の選手たちの活躍にもよって変わってくると思いますけどね。だから本当ライバルが多いんですよ。森下だけの対決ではなくて、この新人王を事前に回して受賞した選手、またそれ以外の資格を持った選手、みんなとの競い合いになるわけだ。まずはこれから1回目シーズンペナントで回していくが、いきなりどちらかが受賞して対決が終わるっていう展開はあるのか、注目して見ていきましょう。2020年新人王は誰だ、シーズン開幕。1回目シーズンが終了し、カープの順位は2位となりました。なかなか高い順位につけている。優勝争いもしていたが、ただ残念ながら優勝したのは巨人。新人王を取るためにチームの順位ってあまり関係ないんですけど、まあでも低いよりか高い方がいい、高いに越したことはないのでね。まあだからどちらか取ってる可能性もありますよ、このチームの順位見る限り。次に確認するのは本命の僕たち個人の成績です。どちらとも規定投球回到達することはできたのか、成績オープンです。どや、どっちもできてない。到達したのは大瀬良とジョンソンで、めっちゃいい数字残しとるね。先発陣の活躍あってあの順位ってことか、まずここを見る限りね。でそれ以外の投手の成績っていうのはこれから防御率順に確認していきます。規定投球回は未到達でも防御率さえ良ければ最初に名前を見ることになるが、どっちが出てくる、俺か森下か、森下か俺か。最初に出てきたのは床田の 3.18、 ん？規定投球回未到達の一番いい防御率が 3.18 程度なのって感じ。そんなしょぼくないって感じだけど、まあいいや。その下、中崎 3.32、スコット 3.33、すっとことっぽいにならなかったんやね。まあでも特別いいってわけではないけどね。で、菊池 3.38、今村 3.45 とめっちゃ3点台にまとまってる。森下 3.50 出てきたぜ。で一気に防御率上がって、堀江 4.20、 栗 4.51、 岡田 4.52、 俺の選手 5.01、 ボロボロやないか。一岡も秀吉な、わー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 、ちょっといきなり命運分かれた感じですね。まあでもどちらもパッと見の数字を見る限り、新人王を取れるかそれに値するかといったら結構微妙なところですよ。まず登板試合数が、僕の選手が22試合に対して森下が23試合、1試合の登板機会の差はあるけど、まあ打ち上げで見たら全然数は違いますよね。防御率 3.50 と 5.01、 またね、互いにね、そんな勝ってないんだわ。勝利投手の起用なんで、もっと勝ってもいいように思えるんだけども、勝ててないし、どちらも借金を抱えてる。この時点で新人王はないんじゃないかな、他の投手がよっぽどひどい数字を残してない限り。さっき事前に紹介した通り、あの中の3選手もしくは他のやつが取ると思
よ、うん、候補としてはね、ちょっと取れそうにない成績。うわー、でそれ以外で見てもボロボロやな。完封完投もまあ当然のごとくゼロだし、 QS 率も低く、森下に至っては HQS が一つもないからね。どちらも QS 率 20% 未満、評価できへんね。ローテ張っていい投手じゃないわ、5番手6番手でもね、ひどいっす。三振もまた森下は言うほど取れてないし、俺の選手に至っては全く取れてない、失格やんプロね。四死球率に関してもどちらもいいとは言えへんし、それでいて、うわー、基本塁打に至ってはなんだよこれ。どちらも多く打たれてる中、俺に至っては22本、これリーグワーストやろ。これ以上に打たれた投手なんていないんじゃない。あ、やっぱりね。その下秋山の19本、まあこれでも結構打たれてるんですけどね、それ以上に打たれてんのか。こんなやつは使っちゃダメですよ。やっぱお手頃に打てる投手なんやね。球速がなくて動く球を投げるやつ。例えば武器になる変化球が何か一つあれば違うんですけどね。球速がないから動く球も大して意味ないよ。合わせられるよね、うん。メジャーリーガーみたいに手元で早く動くのであればいいんですけど。手元で早く動かないんだから。それはボコボコにやられるわって感じで、もうなんか見てるのが辛い成績が羅列してんな。まあ後に関しても数字はボロボロっしょ。まあ被安打率とかもそうですよね。森下に関してはそこまで悪くはないけど、全然優秀だけどもね。あと得点圏も優秀。そこの違いですよね。打たれる打たれないの違いが防御率を分けている。ウィップに関してはこんな感じで、もう何から何まで僕の選手はボロボロですね。 K スラッシュ BB が1未満っていうのを初めて見ましたわ。ボロボロすぎて何も言えねえ。まあ能力通りといえば能力通り。森下に関してはもっとやれるかなと思ってたんでね。これね、1回目のシーズンの成績今見終わりましたけど、結局新人王を取ってなければ意味のない話なので、早速ですけどセリーグの新人王を取ったのか取れなかったのか、そこの確認していきます。取れなかった場合は2回目シーズン開幕ということになる。いや、やっぱりあの成績では新人王難しいでしょうね。ベストナインに名前はない、当然のこと。ゴールデングラブも名前はなく、そして本命の新人王は、おお、取るんかい森下が。嘘ー。ということで俺の負け。はい、対決終わりました。まさかの負け。いやいや、1回目シーズンで決着つくだなんて思ってなかったんでね、予想外でしかない。今もう目見開いてるからね、目ん玉飛び出る勢いですから、飛び出しゃいい的な感じで見開いてますから。あれで新人王、いや確かに貢献度は高いよ。ただこれといってなんかいい数字があったわけじゃないので、それこそ事前に紹介したあの3人がね、いいパフォーマンスしてたらあっちが選ばれるはずだったんだけど、ちょっと見ていきましょうかね。あとパリーグの新人王がなんかオリックスの読み方が分かんない投手、あそこの成績も確認していくわ。とにかく対決自体はもう終わりました、あっけなくね。まずはですね、最初事前に回して1回目に新人王を取った西純也は使われてないんだ、まあ、そもそも1軍登録されてる選手じゃないのでね、事前に回した時は多分誰かが抜けたことによって出番が回ってきて、その中好成績を残したから取れたんだろうけども、出番が与えられてないから、それはもう資格持ってても選出なんてされるわけがないですからね。で次中日の選手で見ていくと、事前に回して2回目に取ったのは石川なんですけど、石川いました。 あと防御率自体はいいんですけど、投げてるイニングが少ないことやな。これではまた新人王に選ばれる理由もないですからね。岡野に関しては防御率 4.56、 投げてるイニング数は他の2人と比べて多いんですけど、ただ単純な防御率とか、あと負け星とかそういうとこもあってか、新人王を取ることはできず、3選手とも事前に回した時と数字が違う、あんな感じの数字を残せてないから森下が新人王を受賞した。そして、最後に確認するのはパリーグの新人王のオリックスの謎の投手、あれ読み方なんていうの、ドイツだっけ、なんか独特な名前だったよね。あ、これだ。漆原というプロ1年目の24歳のこちらも新入団選手ですね。能力に関してはこんな感じで、まあ強いと言える。でこの投手に関しては先発登板7試合のみ、 What?7試合の登板機会だけで新人王を受賞した。ちょっとセパともにレベル低すぎませんかね。昨シーズンのセパの新人王と今季のこのペナントの新人王、数字比較してみ、めちゃくちゃ差があるからね。昨シーズンやっぱすごすぎた、まあレベルが高すぎたんですよね、セパともに。その流れからの急なダウンやから、いやーしょぼいっすね。新人王こそは受賞したけども、それに価値があるかと言われたら、いやまあもちろんね、このペナントでは一番いい新人選手だったっていう証明ですから、このペナントでは価値があるのかもしれないけど、プロ野球全体で振り返ってみたときに、あんまりこれ自体に価値はないと嘆いても、ただの負け惜しみにしか聞こえないから、もうやめようぜ。取ったのは森下で、この漆原で俺じゃないってことが分かって終わりです。
この敗北によってシリーズ通算5敗目、そして10回目を迎えた時にもうすでに貯金がないこと確定ですね。あるのは、5勝5敗のプラマイゼロか、それとも借金をいくらか抱えてる状況か。そうなったら審査員を務めてくださった視聴者の方もすでにですね、2名ほどいるんですけど、そのちらの方々、またそれ以上の方々に1500円分のギフトカードをプレゼントする展開。避けられないですよね。そこに向かってちょっとつもうしんで、イノシシや闘牛のごとくもう突き進んでいってるんで、もう止められないんじゃない？いや止まれ止まるようにやっていく、まだ戦いは続いていくし、まだ借金を抱えたことも決まったわけではない。これから10回目に至るまでに勝っていけばプラマイゼロで借金ゼロ、貯金もゼロという状況を作り出すことがこの先の目標になります。次回以降も森下同様ですね、パワプロ2020からの新入団選手と対決していく予定なので、次回はちゃんと勝てる絵お届けさせていただきます。お楽しみにね。虚しい対決になりましたが、ここまでご視聴いただきありがとうございました。グググググッバイ、またも。